芦澤優馬です。芦澤優馬くんです。カーブとスライダーがよく抜けて試合の時とか、なので抜けないようにしちゃうんです。なるほど。ストレート、ストレート結構打ちづらいんじゃない？今のはどっち？カーブ？スライダー。まあ早速だけど変化球曲げるときに曲げたい、壁作りたいとかいうイメージがあるから、そもそもがストレートはうまくこうバッターに向かっていってるんだけど、変化球の時もう一回二段モーションみたいにこういうふうにいく分、方向が本当はあっちなの、自分が狙うところなのにここ投げようと思うから、まあ、どうしてもこうちょっとこうリリースの課題っていうのが出てくるのかな。曲げたい意識、捕まえたい意識と壁を作るっていうのは多分 あるでしょう。でそれはいいけど、そしたら少なくともこれね、踏み込んでるポジションはそんなに悪くないんだけど、足がこっちない、体はこっちなの、足がこういう感じなんで、足は開いて体が残りすぎてるっていう感じなのね。これもう少し揃えた方が、これも変化球っていうのは前で話せるから、結局今の変化球っていうのは曲がらないっていうのは、僕らで言うたらキャッチ、こう構えてもキャッチャーのこの辺に行ってる変化球を常に投げ取るっていう、これはそれは曲がりませんし、やっぱこう球離れっていうのも悪いから、この多分足上げる時の常にこの中でちょっと攻めてそこだね。今のカーブ、こっちで勝負しすぎかな。もう少しもうバッターの方に行っていいから、カーブ、はい、カーブの時に足上げていくじゃん、こう自分の中でこういくじゃん。ストレートはこういってこういう感じなのに、カーブになると急にこういうイメージだ、こっち向きすぎてる。そんなに向かなくていいと思う、カーブは。そう、まあ今抜けたけど、そのぐらい。でカーブもう一つだけど、ホームベースのまあちょっとベースに落とすっていうぐらいのイメージで投げなきゃいけないかな、はい、低めに。もっと腕振っていいよ、もっと腕、はい、カーブだからって言って遅い変化球になると緩めるんじゃなくて、カーブでもストレートと同じような感じで腕振るっていうね、はい、うん、そう攻めて、足いい感じになってるもう、はい、うん、ストレート行ってみて、うん、うん、その名残でカーブ投げてみ、そう攻めて、うん、ここをカーブでも早く、なんていうの、こうやってゆるくっていうんじゃなくて、ここらゆっくりでカーブっていう。お疲れ様です。
そっちの方が大事やと思うから、はい、腕の振りが速いのに球遅いなってなると、ここで緩いっていう感じなの。カーブ、投げたカーブだったっていう感じが欲しいから、はい、うん、ストレート、ストレートね、その躍動感が欲しいな、カーブでもね、はい、カーブ、そう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 、今の今の今の、はい、今の今のキャッチャーが構えてる高さでカーブだったら、あの程度の曲がりしかしないから、そう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 、で今のでいい、今ので、そう、そういう感じ。まあね、動画撮ると後で見ると分かるけど、最初のカーブはこんな感じ、なんかこうこんな感じ、今だとカーブだとこうこういう風になってる、なんか違うでしょ、なんかカーブこういう風になんか逃がしてるって感じするけどね、今のカーブのなんかスピンがかかってくるから、スピン量が違ってくるから。ストレート、ストレート、はい、案外自分で分かってないけど、ストレート結構打ちづらいんじゃないのね、ストレート打ちづらいんじゃないの、もういいとこ投げるちょっとなんか滑ってないボール、でもここがやばい、はまれば打たれる、うん、いやいや、あ、意外とストレート横滑りしてね、いいと思う、俺もカーブ得意だったけど、まあまあカーブってこうやっぱ大きくここで前で回したい、こういう感じだね、こういうイメージでカーブを投げたいっていう、こういう遠心力でカーブを投げてる、ストレートはこうどっかに畳みたいっていうような、カーブってなんかこう遠心力、この円で投げたいっていうのがあるじゃん、でこれがここに自分に近づいてきたら円が回せれなくなる、だから自分の前で抱っこして大きく抱っこするような感じでカーブ投げるっていうのも一つの、うん、ちょっと前に出してあげる、意外と、んでここらから大きく使ってる、近づいてくると意外とカーブの手の動きって言います、難しくなる、そうそう、だから僕がやったらカーブの時ってもう引退したから言えるけど、カーブの時っていうのは自分の中でこういう風に前で前で大きく投げてる、これが近づいてセットでこう、僕の時セットでこうだったけど、なるべくストレートはここからこうやっていくけど、カーブの時は一回ちょっとこう出してあげるっていう、出してあげてるっていうイメージ、ここら大きく使わないと、ここ詰まってくるとさ、近いところにこういうとことかなってくるとちょっと難しくなる、はい、おい一瞬にして変わるね、はい、うん、じゃあストレート1球いこう、カーブ、うん、そう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 、曲がりは小さいけど今の、オッケー、オッケー、そういう感じ、よし、ナイス、ナイスだ、オッケー、オッケー、変化球意識し始めるとね、どうしてもこのなんだろう、緩急だったりバッターとのストレートの差を作るっていうことで腕を緩めてしまったり、どっかでほどいてしまうとか、いろんなこうピッチャーにとってあのストレートにもちょっと悪影響を及ぼすフォームになりがちなんだけど、大事なのはやっぱストレートと同じぐらい の, あの腕の振りをしていって、なおかつそれなのにバッターからすると遅い変化球が来るっていうのが最高だと思うんで、いかに腕が振れるかっていうことが大事だと思うんで、はい、ストレートもすごいのか、僕はね意外とストレートが好きっていうか、あのピッチャーらしいあの
ストレートっていうか、バッターがあんま早く見えないのかなとか、打てそうかなと思いながら、なんかこう手元で変化するっていうか、伸びがあるっていう、こんな雰囲気のストレートを見たんで、まあもちろん変化球があるとさらにいいんでしょうけど、ストレートも十分魅力に感じるんで、そっちも磨いていてくださいね。はい、はい、将来の目標はありますか？プロ野球選手です。どこの球団ですか？カープです。ですね。それもドラゴンズって言っとけよ、はい、お前。大丈夫大丈夫、関係ないよ、そんな全然関係ないよ。カープだよね。ここでドラゴンズは言えないです。広島出身でしょ。はい、はい、カープのエースに将来なりますんでね。ありがとうございます。寒かったね。はい。